どうも、シャツのおやすてきなまさシルクもときザコ。さあ、本日はドン、皆さん、手遊び好きですか？手遊び楽しいじゃん。みんなちっちゃい頃手遊びでよく遊んだ？今もなんか気づかないうちやってかもしれない。この間さ、セカンダリでおせんべい焼けたかなとかいろいろやって、ちょっと久々にやって楽しかったじゃん。ああ、やったね。ちょっと今日は、手遊びの中からなんか懐かしいやつやりたいなと思って。けど、お？それむずいよね。ボケ防止。もうね、もう見て、これもうボケてんの。まあね、はい、みんなボケ防止終わったということで、はい、じゃあ今日は手遊びの中に大人になってからこの手遊びしたら結構盛り上がるんじゃないかっていうゲームがあって、おちょっとみんなさん手借りていいですか？この辺の人たち、この上にどんどん重ねていってください。これ昔やんなかった？やった、うん、これで一番上の人以外がこうやって叩いたらバンって叩くんだけど、うん、これを叩かれないようにするやつ。そうみたいな感じで誰かが叩きに来るんだけど、それを避けるゲーム、うん、見て、俺叩いちゃった、捕まえた。今日は手を重ね叩くゲーム、重ねてドン。おー、確かに重ねてドン。そう、重ねてドンを今日やりたい。本当にシンプル、重ねて叩くだけで、叩かれた手の人は退場していきます。だから1人2機あ、そういうことね。残機が2つある。そう、でも子供の頃はね、避けてセーフとかあったでしょ。やった、うん、やった。今回外した場合、外した手もアウトです。あー、了解。あー、そうだ、だから必中させないと攻めにくいリスクを今回抱えながら。その方がいいね。そう、そっちも面白そうじゃない、うん、みんなやったことあるでしょ、これは。あらあらあら、誰しもがある。じゃあちょっとぶつけ本番でやりたいなと思います。なんかさ、決めようぜ、なんか勝った人ご褒美欲しいの？ご褒美欲しいよ。じゃあ、分かった、はい、今回ね、手重ね叩くゲームなんで、勝った人には最高級手袋をプレゼントします。おお。え、これから夏なんだよ。そうだね。あ、分かった、ゲーミング手袋買って手汗防止の手袋。あー、いい。シルクがスマブラった後のコントローラーめっちゃ汚いもん。悪口じゃん。ちょっと、すいません、あら、皆さん許可ください。今から彼をボコボコにしたいと思います。あ、でも確かに俺手汗がすごい。じゃあそうだね、まあゲームのやつも高いだろうから高級手袋今回プレゼントします。ありがとうございます。ということで今日はやっていきましょう。はい、はい。どこでもいいんでしょ、抜くのは。あ、一番上の人以外はどこでもありです。中ら辺の人がよし叩こうって言って行って、もしもう一人同じ意図だったらさ、早い方が叩かれる。そういうこと。かといって大振りにしたらみんなに避けられるし、うん、結構新鮮。しかも今回空振りアウトなんで。そうだね。いや、それ心理戦だわ。で、ちょっとなんかデモンストレーションやったことないよって方のために、皆さんお見せします。やべ、俺上になった。俺上になっつったよ。大人重なると重いんだね。重いよ。で、これね、よーいスタート。これ練習ですね。誰？叩かれた。おー、そういうことね。叩かれた人アウトです。ちょっともう一回じゃあデモンストレーション。あ、一番下に。また俺逃げないんだ。あーあー、こいつがアウトです。結構今危なかったね。じゃあ早速もう切っちゃいましょう。切っちゃいましょう。早速いきっちゃいましょう。やばいやばい。ほらほら、じゃあ手を重ねて叩くっけ。重ねてドンスタート。今誰だ？俺の左手。よっしゃー。まあ、いきなり不意打ちだったね。じゃあ元気片っ端アウトです。はい、はい、じゃあ行きましょうか。はい、重ねてどう？スタート。誰だ？しゃー。はっきり出た。そこアウト。左手かな。おお、めっちゃかっこよかったね。俺には右手があるぜ感が。そう。今侍の意志を感じた。重なってない人もね。パキンスは重ならない。いや、おかしいな話これ。おかしいな話。これはおかしい。お前も早く帰る。なんかあんま変わんねえけど。重ねてドンスタート。あー、ということで坂を両手シュー。あー、かけたよね、でもね。男は勝負に出ろよ。まあ、あの、じゃあ、勝負に出てどっちも負けただけなんだよ。いいんだよ。よし。また俺下で行こうじゃないの。重ねて、ドン、スタート。危ない。あー、今うまいわ。あー、ごめん。重ねて、ドン、スタート。うわー、バイバーイ。あの、彼は精一杯みんなの速さを称えてんだけど、全員がバイバーイ。いや、まあ、そうい
やつなのだ。そういうやつなのだ。生き残るのは結局そういうやつなのだ。いいやつはサルよ。いいやつはサルな。自分で言っとく。バイバーイ。あら。なんか毎回俺一番上なんだけど。生き残りを考え重ねて。どう。お、このパターンは。このパターンは自分でさっき言ってたじゃん。うわえ、言葉に説明するのが先なのね。あの、お前おだと説明がないのよ。え、一回さ、ほらアクションが起こってリプレイで説明が入るわけよ。こうやってなったってトゥ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 ルトゥトゥルトゥ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 なんで2本するのよ。なんでさ、サムライってサムライ、まあそうだね。 DM 明けとかそういうのじゃない、その曲流れるの。よし、じゃあ残りは、はい、両手あります。え、マジセット、ブッ、あ、そっだから、しょ俺は、お座敷に入るときだ。かしこまってんだな。かしこまってんだ。ちょっと、はい、はい、はい、うん、そう、はい、重ねてスタート。叩いたみんな、でぇでぇとやってっけど、リプレイ中だから。しかも、誰もこのシーンやんねんぞ。でぇ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 ということで、マスターアウトです。そうですね。肩も残ってる。はい、こんな感じですね。それでは、行きましょう。重ねて。すげぇ重圧かかったんだけど。スタート。待って、本当に取れない。本当に取れない。本当に取れない。返して、返して。リプレイは編集でやるよ。もうリプレイ入れないよ今の。入れろよ。はい、ということで残り3名ってことはこういうことだね。そうだ、重ねてスタート。おっしゃー。ちょっと待って、若干リズムがおかしい。さよなら。マサイがここで消えた。マジで、マジなの、マジか。マサイの両手どういう感じで、いや、挟むしかないと思うよ、俺は。だから、シルクが自分で手に取れば。じゃあ、2本残りの1本残り。はい。はい。こうかな。いや、これかなり不利なんだよ。めっちゃむずいな、でもこれ。重ねて、ドン。スタート。うわあああ、俺はバカなんか。これはシルクアウトだな。俺今一応この辺にはいたんだけど、自分のフェイントでビビって引いた。両手同時に引いちゃったけど、どっちが残るんだろう。じゃんけんするわ。右だけだ。それはそれ、そうですね、シルク両手今の引いちゃったんで、じゃんけんしろよ。じゃんけんしろよ。それこそボケ防止じゃん。右手くんと左手くんね。はい、最初はグー、じゃんけんぽい。あー、その場合のあーって何。みんな左手支持派だったの。今ね、片方ずつしか残ってないんで、これは戦えないので、じゃんけんで上か下か決めてもらいます。上の場合はもうフェイントで勝つしかないか、避けるか。で、下の場合は叩くか避けさせるかです。それしかないからね。最後に一球打つよ。そうだね。最初はグーじゃん。ほい。はい、これ。ほい。あ、右手強いわ、やっぱ。やっぱりね。まあでもやっぱ下で勝ちたいのはあるから、下に行くわ。なるほど。じゃあ僕上で行きます。男だね。それでは、重ねてドン。さあ。もう。これ待って、こっちめっちゃ無理じゃん、これ。これでどんどん疲れさせてやる。息やめてきて。おお、何その技。移動すんだって、俺もついてんだ。マウスみたいになってるからさ。ねえねえねえ、あっ、何何それ、何なのそれ、何なの、何なの、ねえ、何なの、なねえ、もう何、あっ、突っ込む隙もない。ああ、決まった。No!
側は負けってことか。そうですそうです。これすげえよ、すげえ寂しいから見てみ。まあやっぱキングってそういう広々とした場所にいるからな。なんつってキングってベロベロバーリプレイをご確認ください。キングってベロベロバー。動画見てくれてありがとう。ツインダイヤセカンダリをぜひフォローしてみてね。いろんな活動をしてするぜ。チャンネル登録よろしく。せーの、アデュー。